こんにちは、トコチャンネルです。今日はちょっと前に買ってあったクリスマスペーパーの紹介、まあそれ以外もあるかもしれないけど、あ、アリスペーパーがあるかな、それの紹介をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずは大好きなふわもこさんのペーパーから紹介したいと思います。サービスでいただいたのがあって、多分自分がね、何を買ったかって記憶にない人間なんでね、8種類買ってるんで、多分これ9種類目だと思うんですよ。こちら、こちらアップでするとこういうかわいいもこちゃんのね、こちらをサービスいただいたと思うんですよ。で、今回ね、もう可愛かったんでね、頑張って8種類買って貧乏になりました。で、まずはこちらね、可愛いでしょ、ふわもこさんのペーパー。でね、ふわもこさんのペーパーだけでね、ファイル作れるんじゃないかって最近思えてきてね、ちょっと実践したいなとちょっと考えてるんですね。もちろんあのクリスマス、バレンタインと立て続けに続くからね、まあ、その後になるかなと思うんですよ。アリスのも作りたいし、他に布で作るのも作りたいしね、いろいろね、作りたいものがあるもんで、今3種類目でしょ。でこちら4種類目、きのこちゃんかな、おっきいのも、これちっちゃいパン、かわいいね、本当にくまちゃんにやられてます。あれ、ちょっとおっきいのがここに混ざる。で、今度はですね、お塩にガラガラガってもう入ってるんだけど、格子っていうのがね、入ってるタイプのきのこちゃん。で、おお、髪を曲げるとこだった、負けたらショックで泣いちゃう。これね、絶対欲しいと思ってたやつで、見せる方もなかなか段取ったつもりなんだけど、今ちょっとね、これめちゃくちゃ可愛いよね。もう絶対こことさ、ここは切らさないカットの仕方したいよね。多分ね、半分できるんじゃないかと思うんだよね。折り曲げはしないよ、ほらね、見えた、ね、半分でいけるから、このペーパーの半分の幅以下にならないようにね、以下にも以上にもならないように考えて作る、ペーパーに合わせて作る。他にもね、クリスマスもね、あのふわもこさんのペーパーあったんですよ、実は。でもクリスマスに使いたいからね、それは。でこちら、まあ、残ったらね、もちろん季節問わず使っちゃいますけどね、こちらもね、あとモコちゃん、さっきのね、この白のモコちゃんのやつね、色違いだよね。今からそのモコちゃんシリーズかな、どっち向きでも使えるって本当ありがたいんですよね。このペーパー作る方としては、ファイルを作る方としては、こちら何種類いった、私も分かんなくなってね、もう分かんなくなってね、私バカだからね。でこれはね、リボンのゴムここに頭につけてるリボンちゃんのゴムかな、これもかわいい。似たやつはこっちこう重ねてね、これふわもこさんのペーパーでした。8種類10枚買ってるからね、
何回でも同じペーパー使えるし、極端な話よく失敗する私としてはありがたい、ね、結構軽はずみに物を作るから。あとねメモ用紙ももらったっていうのは全部もらったの。こういうかわいいし、これ私のだから、いなんて嘘だけどね、持ってるよ、素焼きしてあげた方が喜ばれるのかなってちょっと思うようになった。私の尊敬するドロップさんがね、そのもらったものをずっと持っててもね、使わないと意味がないって言ってたのをね、本当にそう思うって私も思ったから、だからもらった買ったものでももらったものでも使おうと思ってね、今ハロウィンでね箱作ってくれた方がいてね、その箱にねもらったメモ全部ファイル交換にねいただいたメモ全部入れて、今先日記またこういうねクリップ袋を書き始めてる、前書いてるダイエット成功したのにリバウンドしちゃって書くのやめてってじゃないんだけどね、ちょっと味覚障害が出ててガタガタで体重が落ちたんだけど、なんか薬坐骨神経痛の薬飲んでからなんだけど、タイミング的にはそれが効いたかどうかは分かんないんだけど、結構ね手足のしびれとか下のしびれで味覚の麻痺とか出てたのがピャって治っちゃって、ご飯が美味しくなって、今までなんかもう何食べてもくちゃ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 なんか味ないスポンジみたいなもの食べてるなと思ってたんだけど、それが一気に美味しくなって、朝昼晩もがっつり食べたら2週間で10キロ取った。なかなかの記録でしょ。痩せるのにね2週間経ったけどね1キロも痩せてない。怖いねリバウンドって。そういうことはさておいて、今度はミンネで売ってるずんだのハートお仕事さん、ハートってのはずんだのの間にハートマークが入ってるからね、ハートって言ったんだけど、のお仕事さん、ずんだのハートお仕事さんから、私よくペーパー買ってるんですけど、クリスマスねペーパーを意地でもクリスマスファイルは作りたいと、ハロウィンはもう片付けようとしたけど、とてもじゃないけど体力的にも散らかりすぎてるのも無理で、もうだってリビング、ハモちゃんの言うリビングなんて完全に泥棒が散らかした後、もう足の踏み場もなく、ゴミなのかいるものなのかさっぱりわからないぐらいぐっちゃぐちゃになってるっていう、そんな状況になってて、かろうじてペーパーだけは棚に入れたっていう状況、あとのものはぐちゃぐちゃだから、今ペーパー買っても寝室の方で保管してる、保管してるっていうか入れれれば向こうの棚のねペーパー入れにしまうんだけど、とりあえず撮影するまでは寝室で保管、向こうに置いたらどこに行くかわからないから、今徐々に服の量もすごい私多いの。前ロリータやってたし、登山もやってたし、でアクシーズハムっていうところの服も凝ってて、だそれ100着ぐらい持ってるかな、と今のデブ用の服とあって、でアクシーズハムの服はもちろんN とかフリーなんだけど、ダイエット昔ね7年前にした時に、まあ、着れるサイズになってたわけなのね。だからもう一回、その時そんなに着れなかったから100着もだからもう一回着たいと思って撮ってるのね、まあ、年齢的にやばいっちゃやばいんだけど、でももう今年の誕生日51歳には無理だけど52までには着れるようになると決めよう と、 ちょっと決めるって言い切れないのは意志の弱さなんだけど頑張ろうと思ってね、またいらないこと喋っちゃったね。
じゃあずんだのハートお仕事さんのクリスマスペーパーの紹介します。まずはクッキーモンスター、そこね、ツリーとかブーツとかもあってクリスマスになります。注意とかかな。で今度はもろ 見るからクリスマス、こういうの、こういうの大好き、こういうの大好き。どっちからでも使えるしね、ちっちゃく切ってもそういうものだったんだよねって感じに見えるから大好き。使い勝手楽だから。でこれもね、方向は決まってるんだけど、あ、これもこれでいいか、方向は決まってるんだけど、よいしょ、こっちも、こっちが上って決まってるんだけど、かわいい、なんていうの、ワンちゃんだろうね、ワンちゃんと猫ちゃんがこう入れ混ざって、もうワンちゃん猫ちゃん大好きだから、このクリスマスの絵なんてもう可愛すぎる、可愛すぎる、ね、こちらもね、まあ、こう半分に使っちゃうとこう切れちゃうけど、場合によってはもうこの絵だけ活かして使うとかね、ペーパーの付け方として、で、あるいはこのキャンディーのここの部分だけを活かして使うとか、なんかそういうパーツ使いができるよねと思って、もちろん10枚入りだから、まあ、丸々ね、こういうふうにこういうふうにあのページに使ってもいいし、いいよねいいよね、すごくいいよね。でこれはクリスマスのチケットタイプって言ってたかな。これもね、かわいいの、猫ちゃんとワンちゃん、猫ちゃんクリスマスツリーになっちゃってるし、猫ちゃんもねクリスマスツリーになっちゃってる。ここを見せた方がいいのかな。私ね、もう自分の持ってるもんから変えようとしないからね。これかわいいでしょ。でこれまたピンクって出てるしね。次もいかにも私が好きそうなやつ、またレトロアニマルの集合。これね、もしかしたら去年よく似たデザインの買ってるかもしれない。なんかこんな感じの見たことあるもんでも買っちゃう、かわいいよこれ。クリスマス、メリークリスマスって書いてるわ。これどこがクリスマスなんだろうと思ったら、ちゃんとヒイラギがあったりとかね。これはなんだっけ、忘れた、ポインセチアこれで思い出すなってね、かわいいよね。次もね、またこれ好きなタイプなんだわ、クマちゃん。これのね、あのクリスマスじゃないバージョンのペーパー持ってるんだけど、あのシェーカーが表紙になってるファイルのあの表紙に使ったペーパーが、これのクリスマスじゃないバージョンのクマちゃんのペーパーなの。かわいいでしょ、すごく、うん、かわいいでしょ。でこの メリークリスマスタイトルしてこのアップにしてみると、ね、これもだからね、こうはこっちが入るように切ってもいいしね、こう入るように切ってもいいしね、かわいい、もうかわいいしか言わない。こちらもね、レトロアニマル、ちょっと雰囲気変わったかなと思うんだけど、この上にね帯があるのがなんかいいかなと思って、なんか上に帯を例えばマスキングテープで貼りたいなって思うようなシーンがあるかもしれない時にこのペーパーを使えばそんな必要はないと考えて買っちゃった。でここで第1弾クリスマスペーパー1回注文して終わったんです。そしたらね、ちょっと待ってね、
うん、私は何かをそう何かを忘れていると言ったのはそうなんです、おまけくださるんです。ちゃんと前回のあの束で買った時はね、このトレペで作った封筒くれて、むちゃっかり入れてる使ってます。ずんだのお仕事さんのおまけ、これだけじゃないよもちろん。これにあのこれが入ってたのがこのペーパー、このペーパーあったっけとか、ちょっとあの注文するときにさ、あのスマホでやってたからさ、もうここにクリスマスツリーとかなんかついてるの全然気づかなかったからかな、買わなかったんだけど、そしたら可愛いのをくれて、これねクリスマスファイル作るときに使いたいよなとか思って、これおまけのペーパーなんですけど、1種類ずつ違うからちょっと出してね、出してお見せします。しまうのは後でしまえばいいか、後でしまえばそのちゃう、1枚ずつね、ね、これかわいいでしょ、猫ちゃん、くまちゃん、私の好きなところをよくして、これもかわいいと思ったんだけど、これはよーく見たらクリスマスよりもバレンタインの方がいいかなと思って、ハートだしね、なんかもしかしたらバレンタインの予告ペーパーとか思いながら、でこれがこれが最後の一枚で、あの雪の結晶と子供たちアニレトロアニマル、これすごい可愛いなと思ってたら次の時注文してました。私ねこういうのね覚えてないんですよ、ペーパーの柄全然、その何を注文して何を在庫に持ってるかって覚えてなくて、たまに二重で注文しちゃうことがあるんですけど、でもさっきの可愛いなと本当に思ってたから買ってました。ほら、ね、かわいいでしょこれ。もうこの10枚でどれでも使えると思ってね。これはもうクリスマスペーパーに限らず、なんだっけ、バレンタインペーパーまず使えるからね、大切にこれは使います。失敗しないように、私失敗しないのでじゃないんでね、私失敗しまくるのでですから、でまたやってるよね、どこか X ね、私はあの TVer で見てるけどテレビ見ないんで、テレビ見ないのでだからっていうか見れないの、隣の部屋だから。でこれクリスマスのまた好きなさ、あのどっちからでもいい方向の、めっちゃ可愛いじゃん。私ねまずもう構想、いろいろクリスマスファイルの構想ね、あの寝る前とかにね立てて、てでどんな表紙のペーパーにしようかな、どんな、てか皆さんさ表紙めちゃくちゃ凝ってるじゃん、あんだけ私凝る実力がない、かれこれねペーパー歴もう2年って言いたいんだけど、私も春からずっともう半年以上、まあ、半年かやっぱまだやってないけどね、ペーパー、あちょっとこの前あのふわもこさん作ったから一応やったか、一応6ヶ月休んでるから、その前ペーパー歴6ヶ月だったのね、6ヶ月あ2年じゃないよ、1年、ペーパー歴結局まだ6ヶ月なんだよね、なんだかんだ言って、なのにね偉そうに表紙の構想練ってるんだけど、今ねあの自分のプリンターでクリスマスチックな単なる模様の表紙に細工をしようか、こういうペーパーの上にさらに細工をしようか考えてるね、くどくなるかな、ペーパーの柄が無駄になっちゃうかなとか思いながらも、でも私だからやっぱりこういうペーパー使いたいよねって思っちゃってるのね。だからこれね、表紙候補、表紙ペーパー候補で買ったの。
で次はバレンタインに、バレンタインじゃないクリスマスに全く関係ない、うん、単なる好み、可愛くないスイーツがいっぱいあちこち向いて乗ってるの。こっち向いたり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 、可愛くない？ね、大好きこういう。そしたらね、またくれたのおまけ、嬉しすぎて見せちゃう。本当ねサービスがいいんですよ。っていうかどこのねペーパー屋さんっていうの、なんていうの、クリエイターさんっていうのかな、もうサービスします。このペーパーいただきます。これね昔私買ったことあると思うね、多分持ってる、好みをよく知ってる。でねこれめちゃくちゃ可愛くない？売ってるんかな、売ってたら買いたいなと思うぐらい。今お金ないから買えないです。今度売ってたら今度買う。こう、こういうの大好き。で、あっちこっち向きのペーパー。もうこういうのもね、心得てるなと思って、私の好み。ね。こう、またペーパーいただきました。今回買ったのね、少なかったのにね、サービスつけてくれたんですよ。すごい嬉しいですよね、そういうの、ね。ちょっと、あ、全然腰ひねった。狭いとこでやってるからね。次買ったのが、なんだっけ。朝なぎ印刷さんだって言ったね、多分。でね、何のペーパーを買ったかっていうと、こちらもクリスマスのチケットタイプ。これちっちゃいから見えないからちょっとアップするね。こういう感じのね、イラストが載ってるのと、アリスペーパー。結構ね、アリスペーパーだけで整理してたらかなりの量持ってた。でまだ買うかって。でもこれね、半分にするとさ、ほらどっちも使えるのよね。こういうのってほんと便利なのよね、ほんと便利なのよ。でね、これは厚紙ならいいけどね、さっきはさ会場だったからしまうの大変だから待ちましてでね、お土産ね、お土産、おまけをね、お土産ってなんだ、おまけをねちゃんとくれたのよ。またここもね、毎回ねちゃんとね、なんだかんだとくれるのよ、サービスで。ね、朝なぎ印刷さんね、これもミンネで買えますから。でね、こういうメモでちゃんとアリス好きだからアリスのメモ入れてくれてね。でまた嬉しいことにね、結構ねアリスのペーパー、朝なぎ印刷さんね、もうほんとすぐ売れちゃうから、私みたいな貧乏なかなか金ある時に買えないのよ。買えろと思って見るとみんなソールドアウトみたいなね。で悲しいっていつも思ってるんだけど、持ってないね、こういうなんていうかな、新聞記事みたいな、この A 文字のこういう細かいの、これ持ってない、買ってないと思ってないのとかね。これこの年度こういうのもすぐソールドアウトってなっちゃうやつ、これアリスの2枚入れてくれたの。アリスばっか買ってるから多分ね、こいつよっぽどアリス好きなんだなと思ってくれたみたいでね、
もう入れてくれて嬉しすぎてね、思わずメッセージにアリス好きなの分かって、アリスのペーパーをお腹にくれてありがとうございますって書いちゃった思わず書いちゃった。だってさ、嬉しいじゃないですか。欲しいペーパーで買えない買えなかったペーパーがおまけでくれるんですよ。なんていいクリエイターさんなんでしょうって思うじゃん。ちょっとで上手に入れれないんだけど私。よいしょよいしょ、くっつかないでくっつかないでくっつかないで、それだけやめて。よいしょよいしょ、なんでこっちくないのか。あとでしろって話だなこれな。でももう入ったからいいか。よいしょ、はい、そういうことでございます。でまだ買ってる。今度ね、初めて買わせていただいたヴィンテージバーリーバイ揚げ餅さんっていう方のとこから買わせていただきました。これもミンネです。ね、初めクリスマスペーパーっていう風に検索して探してたの。まあこれからも出てくると思うんだけど、お金ないから買えないんだけどね。またもうそれ相応の時期にならないと、もう買えないっていうか、もうみんなが買い終わった頃にしかもう買えないんだけどさ。これ見て、アリスのクリスマスペーパーなの。嬉しくない？こんなの、あのアリスファイル作るときにクリスマス関係なくても私これ使っちゃうよと思いながらさ。でクリスマスのファイルにもこれ使えるってことなんだよね。めっちゃいいじゃん。でこっちは普通にアリス、クリスマスってわけじゃないんだけど、アリスのペーパーっていう感じね。そうそう、アリスのペーパーを作られていた。感激しちゃってさ、買いますと思って検索したら、クリスマスペーパーでさっきのクリスマスアリスちゃんが先に出てきて、で買おうかなと思いながら、ギャラリーも見てみようと思ってギャラリー見たらあったからさ、もう一種類あったんだけど、もう一種類はまあいっかと思って、あのこの2種類買わせていただいたら、なんとメモのサービス、こんなかわいい、ご主人がね、アリスのね、このちょっとしたエージも入ってるね、かわいいメモ。これはもうね、アリスファイル作る時のメモに使うっていうか、かわいいっしょ。ファイルに入れるメモにしようかなって。アリスファイル作るんだったら、もう、アリスメモだけ入れようかなと思ったけど、メモよく考えたら買ってないんだよね。アリスペーパーばっかりで。本当にアリスメモはないんだよね、ちょっと。まあでも、ね、持ってる限りの何かで、ね、アリスファイルっていうものを作りたいなと思って。ペーパー、アリスのペーパーでどうするのかな。で最後はね、あの最近ドロップさんがドロップ通信ナンバー4を発行されてて、でね、私喜んでね、印刷しに行ってファイリングしたの。そしたらね、3持ってないことに気づいて、でよーく考えたらね、今年入って2月過ぎから私死んでたんだなと思って、で多分どっかでドロップさんがドロップ通信発行しますよって言ってたんだろうけど、スカッと聞き逃してて印刷してなかった。泣きました。もう過去発行はしないって言ってたしと思って、3号がないよとか思いながら、
でもね、泣くことばかりじゃなくて、このドロップ通信4のと一緒にクリスマスペーパーのネットプリントがあって、めちゃめちゃ可愛いの。これも多分本人で YouTube 出してたから見せてもいいと思うけど、ドロップ通信のはね見せちゃうのちょっとまずいと思うけど、こっちはね本人も出してたからいいと思うけど、めちゃめちゃ可愛くない？これめちゃめちゃ可愛くない？これで、自分家でコピーして、ファイル、商売じゃなきゃいいよって言ったから、おクリスマスファイル作るのにこのペーパーガンガン使わさせてもらおうと思って、で私の中で一つ思いついたのが、トレペにね印刷したかったの。そのなかなか印刷していいよっていう人って、まあ、ミンネの方は言わないじゃん、もっちゃん売ってるから。でネットプリントの方もどっちかっていうとあんまりそういう印刷していいよ系って少ない知らないんだけどね、少ないと思うんだけど、ドロップさんいいよって言ってくれて、で私これトレペに印刷して、トレペでジャバラファイル作る時のトレペのペーパーにしたいと思って、もちろんページとかさ、ポケットとかにもこの細かいからさ、その何ていうの、ポケットのペーパー、ちっちゃいポケットのペーパーとかにもさ、こういうワンカット、私の手で邪魔だ、こういうワンカットがさめちゃめちゃ使えるのよね。今まではもうそういうのってもう折り紙って、そう折り紙でしかもうできなかったんだけどさ、でこれ家にある除湿紙にプリントしてねやったらいいじゃん。まあね、コンビニの用紙は薄いけど、うちのはもうちょっと分厚いからさ、こういう売ってるやつと同じ厚さにしてあるから、それに印刷したらしっかりしたいいペーパーになるじゃんと思って、もうドロップ様々ありがてえでございます。これも大切に永久保存しておく、毎年使えるよこれ私毎年多分使っちゃうよ、すごい機能いいもん。絵は可愛いわ、大きさは便利的だわ、方角はどっちからでも使えるわって、こんな優秀なペーパーはないという。以上で長々と喋りましたけども、ペーパーの紹介を終わりたいと思います。はい、以上でクリスマスペーパーもろもろの紹介をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。